終焉弓って一番合うキャラ誰？一番で言ったらウェンティじゃない、モチーフだから。でも終焉弓合わないキャラいないけどな。ウェンティ合う、九条は合う、九条もいけるね、爆発回せば。現地上がってるし九条も合う、アンバー合う、フィッシュルめちゃ合う。ゴローは岩パで使うからな、岩パで熟知上がってもしゃあないからゴローは微妙。タルタリアとヨイミヤはアタッカー武器使え、終焉弓持ってる暇ねえわお前ら、特にスキルでダメージ出す回数ほとんどねえだろうがって感じになっちゃうから、タルタリアとヨイミヤはちょっと微妙だけど、それ以外みんな終焉弓めちゃくちゃ合うので、終焉弓は引いた方がいいんじゃないか。当たり武器です。あ、カウンも合うね、イエランも合うね。いや、イエランもめちゃくちゃ合う、爆発もあるし、はちゃめちゃに合います。イエランでカウンはまあ、アモス持てなくなるからアタッカー運用は厳しくなるけど、まあはちゃめちゃ合いますね。イエランは周辺弓持って火力落ちないからだな、 HP でダメージ出すから。でそれでチームにバフかかるしな、えげつないよ。周辺弓イエランは全然ガチだよ。周辺弓イエランとか他の弓を持ったイエランが強いから、全然なんかイエランチーフ武器弱性引かなくてもいいのかなって感じの評価になってるよね。ディオナも合うと思いますよ、原茶が上がるからさ、まあ、スキル4回当てるのは厳しいよ。ただまあ現地上がってるから爆発打ちやすくはなるし、爆発打ってたら主演弓の効果も満たせるし、まあ、全然ディオナも合うと思います。現地上がるのが偉いっすね。主演弓は重ねるべき、個人的には重ねちゃうかな。2本取っといてもいい気もするけどな、主演弓。主演弓ありえんぐらいの汎用性あるからな。でも私は重ねちゃうわ、私だったら重ねちゃいますけど、任せます。悩む価値はあるな、主演弓に関しては。合うキャラ多すぎて、螺旋の上と下で分けて、イエランに主演弓持たせた螺旋を上に持ってって、アンバーに主演弓持たせたチームを下に持ってとか全然ありだから、2本あってもいい武器ではある。まあ、重ねちゃってもいいっすね。星4で強い弓いっぱいあるし、ラッカとかさ、イエランにラッカ持たせてさ、終焉弓よりも強いサポート武器弓矢で追加されるとは当分思えないんだけど、いつかまたサポート武器が星5で増えた時に、終焉弓2本とその新しい武器1本で3本になっちゃった、さすがに3本も使う機会はないわってなった時にピエンになっちゃうから、星4にも強い武器は存在するから、私は重ねちゃっていい派ですけど、ね。